今日はですね、このアキさんをお迎えして我々の緑&青そしてデニムという共通のイメージで今日何しようとしてるかというと、あれですわ、ストロボでライティングを始めようっていう人が一からそのなんていうの、本当に根本の部分から安全に始めるにはどうしたらいいかっていうところをザーッとやっていきます。長いよきっと今日も。はい。そんなわけでですね、アキさん一応写真撮ってるけどストロボはあんまりあれだって言ったね、確か。そうですね、最近なんかちょいちょい使ってみようとしてる感じです、うん、はい。なんでそのぐらいでちょうどいい感じなのでぜひつって来ていただいて貴重な休みを潰して来てもらってます。なんでまずセッティング編ね、その、はい、ストロボをライティングするっつってよっ、カメラを動かそう。はい、その辺に機材がザラザラあるんでございますが、まずストロボでライティングしようっていう時に、ストロボでライティングしようっていう時に、なんかまあ機材に引いちゃうじゃん、まず。はいはいはい、何これみたいな、鉄の塊みたいな。確かに。で今日は女の子であっても、例えばコスプレしてるとか、なんだろう、商品撮影するとかっていう人で、その女の子であっても扱えるように今日は頑張っておじさんやっていこうと思ってるので、まず引かない機材に引くよね、ちょっとね、はい、いろいろあるんですよ。でも大事なのは、まずストロボが光る道具以前にストロボを支えればとりあえず大丈夫なので、あ、ストロボが安全に支えられて倒れなければいいです。あと扱う人が怪我しなければいいんで。なんでまずはライトスタンドがここに入ってるの。どこ行ってもこのライトスタンドが多分オーソドックスだと思います、はいはい、よく見るねこれね、はい、すごく普通のやつ、はい、でこれもいきなり扱い方みんな分かんない、まあ、時間かければ分かるんだけど、要はここのネジを親切にくよ超親切に、ここのネジを緩める、緩めます。緩めると何が起きるかというと、ここが足が広がるようになる。みんなここを緩めてこう押してやるでしょ、はいはいはい、押してどうこう広がらないって言うんだけど、ここ緩めたら次にここをカカカって広げちゃうと、あとはスパッと、これちょっと硬いんだけどね、このスタンド自体がこうやって広げられるんですよ。で広げたらここの下の足のこのね、なんてこれなんて言うんだろうね、名前は知らないんだけど支柱じゃないのか、支柱こっちか、はいはい、なんだろう、この部分、この部分大体水平になるようにするといいです。で同じライトスタンド、もう一個あるんだけど、同じライトスタンドを2本使って両方同じ高さにしたいなとかっていう時に、ここの高さがこう片方がこっちめっちゃめちゃ上がっててとか片方下がっててなると高さ変わっちゃうんだよ、はい、それがめんどくさいので、もうこれは水平大体だけどね、水平になるようにって言ってもいつもやっちゃうと一番足が広がって安定しやすいし、効力もかかった時に一番安定しているように見えるので、はい、これは水平が一番良さそうだな。というわけで、アキさんよろしく。はい、じゃあゆっくりやってみようか、はい、まずそこのネジ、そう、このネジグリグリ広げて、そう、そうそうそう、そこやると広がらないから、広げる方、広げる方、そう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 、緩みがだいぶ、あ、そう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 、これ高い、このさ、これさ、エリンクルムって会社のストロボ買ったらおまけでついてきたやつなんだけど、マングローズなんですか。そう、マングローズなんだけど、やったら硬いんだよね。へえ、そうで、下が水平になるよう、いいな、今日はちゃんとお教室をしているな。だいたいね、すごいです、はい、こういう作業はハンダ付けとかと一緒で、やったら回数だけ速くなるから、あ、最初はもうのんびりやりゃいいんだと、はい、さあ、こんな感じですね。でまずスタンド、ライトスタンドを支える部分ができました。で次に、まあじゃあストロボを出します、はい、ストロボいろんなやつがあって、いろんなメーカーのやつがあるんだけど、はい、まあ、とにかくライトスタンドの上に、あ、ん、はい、これね、一番ちっちゃい部類、一番ちっちゃい部類、200ワットセカンドって言って、
って、はい、そう、はい、まあ、とにかくここに、はい、刺さるので刺して何かしら止めるネジがあるので、はい、止めましょう。映ってなかったと言そう映ってなかった。じゃあ今の見て同じように、はい、同じようにここに、ね、入ってよいしょ、はい、これを愛してください。こういうの実際触るとね、あ軽いは軽いんです。そうそうそう、何がどうなってるか見りゃ多分分かると思う。売り場では見たことあります。ヨドバシの上の方のタイプがいるとよく乗ってる、よくあるよ。そうそうそう、うん、もうなるようにしかなってないから、はい、でストロングごとにちょいちょいメーカーごとに作りが違うんで、あの難しい部分かもしれないんですけど、要は、ね、これエリンクローブっていうお気に入りのスイス人が設計して中国人が作ってる、すごい安いの、安い割にバリバリ使えるから気に入って使ってるんだけど、これね、このライトスタンドとライトスタンド2本、このストロボリモコン、ソフトボックス簡単なやつ2つついて9万とか、へえ、コネットって会社で買うともうそれだけで20何万30万ぐらいだから、うん、安いのこれ、はいはいはい、で毎日バカスカ使うとかじゃなければ全然 OK なんで、ね、こうなってて、さっきのこの下のネジここにあるんだけど、はい、最終的には締めるんだけど、このネジあるでしょ、このネジをライトスタンドに挿して固定するのに使うんだけど、固定しなければこっち首振り方向に使えます、はい、でこっちのハンドル、これがお辞儀方向、はい、まあ、三脚使える人はまあ分かるよねこれこういう風になってます。でですね、こっからがまたストロボの隠しの部分なんですけど、どうしよう、キャップをアップしよう、ズームイン、キャップをですね、ここにロックがあってロックを外して、これ今ロックしたのかな、ロックしたの、キャップはいつも俺ロックしないの。キャップをカパンと外すとここに中に入ってまして、これね、よく意味わかんないと思うんだけど、どういうことかというと、これがモデリングライトって言って、これね、エリンクロムの安いモデルは普通あのハロ電球が入ってるんだけど、あ、はいはい、マジで電球なの。はい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 、電球でどうなるかっていうと、後で電源つなぐと分かるんだけど、要はここが普段ずっとこういう風に上の照明みたいに光ってて、ストロボが当たった時にどういう感じになるよっていう、影がどう出るよっていうのをこれが教えてくれる、はいはい、で本発光するのはこっちのこの周りにぐるっとしてるこれキセノン管らしいんだけど、キセノン真空になっててキセノンが入ってるという話なんだけど、そこにね、コイルが巻いてあって、大電圧をガンって5万ボルトとかかけるとバシャって光るんだ、はあはあはあ、で理系の人が結構いっぱい見てると思うんであれなんですけど瞬間光で、ストロボってね、瞬間光ってよく言うんだけど、これずっと光ってるのは定常光、だつまりここに定常光があってここに瞬間光の光源があるんだけど、ねこのモデルで何百分の1秒ぐらいなんですよ、光る時間が、はいはい、で定常光はシャッタースピードを長くしただけどん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 露出が上がっていく、明るくなっていくんだけど、ストロボの場合はシャッタースピードを長くしてもストロボの光が強くなることはない、なんでその何千分の1秒何百分の1秒、高いやつになるとどんどんその先行時間が短くなる、あ、そう高いやつだとね、あとクリップオンのストロボも短い、あ、はいはい、でこういう中途半端のモデルのやつを大体ね、大体200分の1秒から1000分の1秒、1000分の1秒ない多分、うん、のでそういう感じなんです。なのでシャッタースピード後でやるからね、ちゃんとね、シャッタースピードどうこうっていうのはね、あんまり関係がなくなってくるね、そこがストロボの難しいところで、みんなストロボ使ってみてもこれはどうするだってなって終わっちゃうのが、その辺がポイントなので、まずはね、まあ構造的にはこうなってます。でどのストロボも真ん中にモデリングっていうやつですね、こっちも一緒です、はい、モデリングっていう部分があって、で周りにそのフラッシュバルブが先行放つ方がくっついてますね、一緒です。でね、いろんなやり方があるんだけど、
もう最初に最初にこの状態でストロング光らせると僕はちょっとやってみようか。安全な運用を知るためにこうしてる。これつけたまんま光るんですか。それキャップだからね。あ、動かすときは安全なように。なるほど。そうそうそう、あきさんいい質問する。どういう設定。あ、じゃあね、そこの椅子に、はい、後であきさん座ってもらう形にしようか。はい、ちょっと被写体やってもらうこともして、はい、じゃあですね、こっからストロボでライティングするときにどう考えるといいのかな。だってさ、例えばみんなで撮影しようぜっつって集まって、ここに被写体の人が座ったとして、まあ座ってってあんまないよね普通。まあ何でもいいんだけど、物でもリンゴでもいいし、人物、立ってる人物でも何でもいいんだけど、あの被写体を固定して、ライティングで大事なのって被写体をね固定して、カメラの位置を固定して、でライトを動かす。はいはい。だから普通って、例えばライトが普通は何て言うんだろう、外ロケで写真を撮りに行って、その人物撮ろうっつってね、ポートレート撮りとかやると、はい、光源の位置が決まってるし、太陽が決まってて、室内の場合も光源がもう決まってて、被写体とカメラが動くでしょ。で、被写体の人がまあ例えばそこにいて動かないとしたら、カメラが動いて、今なんかこっち側にハイライトができて、こっち側にシャドウができて、はい、それはあの蛍光灯が当たってるからね。ところがライティングの場合は、一番シンプルな考え方で言うと、被写体とカメラを固定してライトを動かす。はい。で、コスプレ系の、スタジオによく行ってる人とかの場合だと、ロケの感覚のままで被写体とストロボを固定にしてカメラが動いちゃう。ありな場合もあるんだけど、一番ベーシックなのって、その例えば背景紙を使うとカメラがこっちに行くと背景紙も切れちゃったりするじゃん、はい、だからそれって撮影上結構面倒くさいので、本当はカメラと被写体を固定、はいはい、でいろいろ変えたいときは光源を動かす。まずそれが大事。これすごい大事なんです。これをまず覚えておくと非常にはかどりやすいので、なんでまあ後でまた座ってもらうこととして、で被写体と点灯かな？被写体とカメラをまず固定にしました。大体まあ人間なんで同じ人間なんで顔がこの辺に来ますよってときに、じゃあ次にストロボをどこに、光源をどこに置いたらいいかなんですよね。はい、ここで流派によって分かれてるね。だから例えば、なんだろう、写真家っぽいライティングとか、ファッション誌っぽいライティングとか、その、なんだ、あとなんだろうな、例えば、なんだろう、男性誌っぽいライティングとか、何、いろんなのがあるじゃないですか。で、雑誌見るとすごく分かりやすいんだけど、結局被写体が人間でカメラが位置が固定である、だいたい真正面から位置を撮るでしょ、うん、はい、でそれで何が違うかっていうと、結局ストロボの位置が違うから明るいところと暗いところの出来方が違って、でそれがその結果としての写真の印象の違いになっていくんですよ、はいはい、でそれがライティングの根本なの。だからその印象の違いを作るためにライトの位置を変えていくので、なんかもう大丈夫、みんなついてきてるかな。難しそうな話に聞こえるかもしれないんだけど、でも例えば今は俺の顔に正面から蛍光灯の光が当たってるね、はい、でこのその角度から当たっているから、その俺の顔の起伏で蛍光灯に近いところが明るくって、遠いところが暗いでしょ、はい、これはこれで一つの角度として当たっているので、これはこれでそういう印象になるライティングになってる。ああ、そうでしょう、はい、そうだから印象を作るのがライトの角度だっていうのを頭にインプットすると、ああそうなの、はい、それがライティングなの、はい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 、だから明るくする暗くするとか、うんうんうん、なんだろう、その半月光でポートレート撮ると勝利みたいな、いろいろあるじゃない、はいはい、あれっていうのはだから半月光で撮ると影がなくなって非日常的なんだけど、こうさっと明るいね、もちろん露出補正するから、はい、っていう雰囲気にできるから、結果としていい印象につながりやすいっていう、その間を抜いてる。はあ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 。で、だから結局そこの間のところを自分でストロボを動かして、ストロボじゃなくてもいいんだよ、LED とかの光源でもいいんだけど、それをやって、
例えば斜め45度からこの人の光、この人の顔に光を当てた時にこの鼻のその微妙なラインがスッとしてて、この人最高に美人だなとかっていう演出ができて、それが他の人にも写真を見せた時に、あ、この人鼻がすごい綺麗で美人だなって見えたら、もうそれが勝利だから、そこの部分をライティングを勉強するといつもいいよっていうのは、そこの部分をその一から自分でその知見を頭の中で組み上げていくから面白いので、そこをぜひね皆さんにやってほしいので、今日は無料版でやってるんですよ。なのでまずは今日安全にできるっていうところと、ライティングをなぜやるのかの根本ですよね。はい、そうなので、そういう、まあ、結構回りくどい話なんだけど、その辺をぜひやっておりましてですね。なのでここで悩むんだよね、結局どこに置けばいいのかで、どこに置いたらいいのかで悩むし、あと実用、実際の問題としては影が硬いってやつです。あ、はいはい、あるでしょ実際、うんうん、でね、実はねその2つってね結構簡単に解決するの、原理さえ分かれば解決するから、はい、今日はねそのまず根本的にどこに置くべき、置くべきなのかはねセオリーはないんだけど、一応そのライティングの教本とか見ると、あのハリウッドものとか見ると昔 の、 あのモノクロ映画とか見るとよく出てくる、はい、3ポイントライティングっていうやつ、今日でも3ポイントライティング分の証明がないから2ポイントで終わっちゃうんだけど、うん、あのまあでも一等、まずは一等のね、はい、ワンポイントライティングでどこまでできるかっていうのを今日ちょっとやります。なので、まあ、ここにこう仮想アキさんがここにいるとしてですよ、はい、次にこっちも入れよう。皆さんライティングをしようっていう時にね、とりあえずそこに被写体の人が決まりましたってなるでしょ。で、大体イメージだけど、まあ、バストアップで撮るとしましょう、はい、あのね難易度が低いとこから取り頃、難易度から低いとこからやった方がいいので、はい、難易度が低いのってあの、ね、的がちっちゃいってやりやすい。あ、ちっちゃすぎない、コインとか厳しいけど、大体これぐらいね、人間の顔とかだと狙いやすいので、顔上半身だと狙いやすいので、まずシンプルなライティングでちっちゃめの被写体で、少なめのストロボで、でやるのが一番簡単で、定常光、太陽光とかと混ぜると結構難しいね。あ、日中シンプルやりたいじゃん、はいはい、あのみんなロケで撮るのが、例えばコスプレの人たちもそうなんだけど砂浜で何々のシーンで使われていたような砂浜で、そのキャラでそのシーンやりたいじゃん、やりたいんだけど、はい、いきなりやると案外難しいんだよ。だからあのやっちゃえばいいんだよ、やりたい人はやっちゃえばいいんだけど、そこで詰まってストロボを根本から勉強したいんだったらスタジオなり自分の部屋なり暗い環境に持ってきちゃった方が、あの基礎練習が楽なの、はい、実は。だから、シンプルで、ね、周りの光が入らないところだ、ね、が一番いいので、こういう室内で窓がないようなところです、まあ、自分家の寝室とかで全然いい。で、あとできれば広いところ、はい、できればね、はい、だから写真って相対だから、例えば、ここに軽自動車を入れて撮ったらめちゃめちゃ狭いじゃん。あ、はいはい、でも卵を取るんだったらこの部屋ってめちゃめちゃ広い、だから相対的なもんだから、これねライティングやると分かるよ、本当に相対的なもんだなって。でサイズが大きくなったら光源のサイズが大きくなったり、光源が強くなきゃいけなくなるだけで、それはお金を出せば解決。ああ、はい、だからミニカーを撮るのも、その24分の1とかのミニカーを撮るのも実写を撮るのもサイズが違うんだよ。ああ、でストロボをどこから当てるか、はい、最近ツイッターで花火をどこから見るか的なのですげえ流行ってたんだけど、おじさん元ネタが全然わからなくて全く乗れなかったんだけど、ここでよくライティングの教本とかであるもんね、正面から当てるとどうで、45度から当てるとどうでってよく言われるじゃん。 はい、あれさ、いやできる人が見るとわかるんだけど、あんまり面白くないよね。だからね、今日はねその辺はみんなが飽きないように面白い形で進めていきたいんだけど、残念ながらまず一等で分かりやすく言うと、とりあえずあれやるしかないんですよね。あの一つのストロボを被写体にカーンって当てて、はい、あのなんて順光を作ってみたら、あ、斜光って斜め光を作ってみたら、はい、サイド光を作ってみたらって下から上からとかやるじゃん。あれ面白くないじゃん別に。別に面白くないでしょ。まあ確かに。そうそうそう。だから。今日はね、アキさんを、例えば女の子ライティング的に撮るとどうかとか、そのインタビューおっさんライティング系で撮るとどうかとか、そういうのでちょっとやるのか。